Hello， 各位兄弟们、啊、大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man。今天我们来继续我们的七龙珠啊 Fighter Z 的第三集，应该是第三集吧。那我们现在的章节来到了第五章，地图06，比克复活，寻找16号。那之后的影片呢，老头应该都是会直接冲主线的部分啊，会把画面带到主线的部分了。这些教学的部分呢，老头呢应该是不会再继续下去了。好吧，因为我觉得都大同小异啦。第一集跟第二集我们都有尝试过打这些战斗教学嘛，但是后来发觉其实就是很一般的战斗画面。那我觉得呢，我们再加上我们也需要把这个游戏的进度推进快一点齁，也不能是每一集都是这样一直不断的重复战斗画面，应该还是要有让它的这个剧情有比较紧凑一点。所以说呢，老头呢之后呢都会直接打有任务的剧情啊，战斗教学都会直接略过，好不好？就这么的简单。OK， 那我废话不多说，我们直接开始吧。哦，找到比克了。哦，后面复制人又再度出现了。哇，这次来三只呢啊！复制人感觉都不讲话，超诡异的啊。我们这次有带魔人仆出来啊，你们不知道你们有没有看到啊？来吧！哎呀！哎呀！我炸炸！轻轻一挥就挥掉了。复制人比克，感觉他们现在战力都好低哦，都不怎么想攻击我的样子哎。活刀，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 活刀！哦哟，很会哦！喂，有！别啊！去吧，你死！西鲁，还让我集气，还让我集气，这么佛心啊，终于可以用比克了。终于能动了吗？無事でよかったわ。啊，太好了，你没事。大変なことになってる。説明は必要。又要再讲一次了。哎、欸，他居然知道啊！説明を聞くのも面倒。听你说明太麻烦了，直接读你的心。哇，我也想要学会这一招读女人的心。那这样子的话，我就是情圣了。心を読んだ。读心。啊，ピッコロは原本也是神。心を読むあんた。不必要的事都看了吧。洗澡时的记忆。雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって？你居然还问怎么样？你把少女的秘密当成什么了？まあまあ。政治にとっては乙女も何も。少女不在他的关心范围内。それにブルマ。哈哈哈。乙女って年じゃ。要被揍了。とにかく事情は分かった。孫にリンクしているお前だが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。当然啦，可以用比克哎。だが自分のクローンと戦うことになる。没想到要和自己的复制人对决。どうやら看来对方的气和量的性质和我相同等级。おそらく。体の構造やしかし、这个复制人感觉就完全复制了所有的能力呀、啊。よく分かっている。自分が相手だからこそできる戦い方をしている。快打，快打！我们弄一下比克好了。比克的招式长怎样啊？哇塞！十 combo， 十 combo 怎么做到啊？哦，这样就有了、啊。
连续计十以上，有了，成功了。哎呦！魔冠刮痧炮，哦，招牌技能出现了。来看一下终结技长怎样啊？看一下终结技。嗯，终结技，哦，这么屌！刚刚那是他的终结技啊，手炮。十八号现在在胶囊公司准备受检查。十八号，生命机能看来没有异常，应该不久后就会醒来了。放心啦，别露出那么不祥的表情，一定会没事的。悟空身上的你，你真是个好人。我不想跟你成为好朋友，拜托不要。那なぜ十六号は今回の事件に関わっているんだ。本当そうなんだよ。十六号は悪いやつじゃなかったのよ。実は私、最初に十六号に会った時、それは对啊，他说过那个是别的十六号啊。だからあの十六号は重新制造出来。でもよ、あいつ目と別人中そこなのよね。作り直されてはいるけれど、元の十六号の記憶も原有十六号的记忆。真相は分からんが、今あ、そうだな。そうだな。あ、找到悟飯了。はあ、よかった。気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ。お前とはできない。又在調侃克林了。そんなこと言うなよ。サイヤ人が頑丈すぎるんだから。サイヤ人太強了。啊，悟飯的数字人，怎么都千篇一律啊，我觉得他这个剧情模式是硬塞进去的，该怎么讲呢？那这个就是别人是说他根本就不注重剧情啊，就是随便乱塞糖这样子。他比较注重的是多人对战啊，真烦啊！嗯，干嘛？已经带着悟飯瞬间移动了。哇哦！瞬移超好用的啊！脸好红啊！看错了。比克脸红红，恶心。Ready。哎呦，他们都现在变很会防御哦。哎，可恶！哦，被打断了。哇，他们变强了，变强了。Oh my god！恰魔力渣，哇哦！哇，会反击，靠背。喵！烂操作！让我比克大魔王解决你吧！行呢，好会防啊！
去吧，呼呼哈哈哈，那再来啊，西鲁是吧？伊内特里奥，哇，这招好用哎，会追踪哦。再来一次，怎么用？追踪时间，呀、yeah, ，太赞了！啊，抱歉，让你，让你出糗了。再一次，再一次，再一次。哎呀，失败。哦呦，哎呦，有点强哦。拜！哦，终于结束了。哎，有开始变难了。可以使用孙悟饭，青年起。既然复制人都解决了，那也回布马那边吧。哎，差不多该醒了。真好哎，悟空会瞬间移动，羡慕。啊，父さん、それにピッコロさんも。父さん。ようごはん。そん、息子のことをもう少し心配できんのか。悪い。けどごはんはそんな弱くねえからさ。それに最近は。最近不是都在锻炼悟饭吗？まあね。但他现在还是无法是最佳状态。ブルマさんから事情も聞きました。耶、yeah, ，我们可以用悟饭了，可以悟饭，用悟饭打看看。和爸爸他们连结并一起战斗的人，很抱歉把你卷进这里。すみません。不会不会不会，你只要教我如何变超级赛亚人，我都可以。これからは僕も戦います。力を貸してください。好的，好像什么七龙珠交友软体这样。这次敌人也很强啊，看来是会很严苛的战斗啊。可能会有办法的、啊。父子融合，和爸爸和我融合，这个感觉让人觉得好激呀、啊！这是乱伦吗？感觉好奇怪啊。悟空饭。悟饭空，融合失败的话，你们就派不上用场了。真可惜，哎、欸，从来没有看他们融合长什么样子、欸。帅气。他是惊讶到说：“哈，原来那个动作对你来讲很帅气。”果然是父子，居然觉得很帅，果然是父子这样子。敌人都来了，开打吧 ！Let's go！ 哇，我的血量好少啊，赶紧叫悟饭出来帮忙。No， 不能死。长压互换，嗯，哒哒哒哒哒哒哒，来吧！哦呦，招式感觉不错哦，可我还没有试到说，试招试招，挂下，怎么用？哦，是这样爆气吗？我们看一下气，把气填满一下，看一下其他招式啊。Let my power， 怎么这招跟那招一样啊？没什么变啊。试看试看大绝好了。阿妹阿妹哈，哇塞！悟饭七年级的规划气功也蛮帅气的。抱歉，软掉了。
谁呀 ？Oh no！ 去吧。どうやらここが红领军基地のようだな。嗯，気づけろ。有人出现了，十六号出来了。お前たち。你们果然来了吗？十六号，你忘了我们吗？十六号，本当に十六号。ひょっとしてお前、昔の。他忘了吗？やっぱり、俺たちのこと覚えてるんだな。それがどうした？那又怎么样？どうしたって、大事なことじゃないか。俺たち、あの時一緒に戦った仲間じゃない。なんでレッドリボン軍なんかに。为什么会帮红领军？那十六号。答える必要はない。我没必要回答你。哦，直接开干了哦。待ってくれ。俺たちは、俺は、お前このおかしな波動とクローンたちを作る。お前たちの意思は。你们的想法不重要。攻击的话，就由我先开始吧。哦，突然硬要上哦，硬上哦。哎呦！好大隻哦，寂寞大隻吓死人哦，我让你有反击的余地。啊 ！Oh my god！Oh my god！ 嫩。我操 ！KO！直接被我秒掉，笑死了！倒了，嗯，笑什么笑？你果然不是真心想打倒我们。太明显了。不是自愿战斗的。もし本心では軍に従いたくないなら、俺不行，我身上装了炸药。すまないが。俺は軍を離れることはできない。やつを放っておいたら。如果放着那家伙不管，总有一天。やつ。谁？啊。今のレッドリボン。指挥着红领军金军的生化人，谁啊？21号的。21号，就是这游戏的原创角色。人造人間21号。噔噔。21号の指示に従って動いてきた。指示行动。だが。越来越凶残，而且开始失控了。要是我离开红领军的话，他就再也无法醒来了。就是那个女的嘛，就是她嘛。还说她是博士，骗人，开玩笑。妹子，一体どういうことなんだ？到底怎么回事啊？この人が二十一号なら、なんでさっき十八号をかばってくれたんだ？对啊，为什么会保护十八号？別にかばってないわ。あの時は当时只是想避开战斗而已。哇！まだ私の力は十分じゃないのに、あなたたちがセルと結託したらやばいよ。就麻烦了。それよりも十六号、あなた。随分姑息な真似をして何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。启动了系统，对吧？そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも？私に逆らったらあいつがどうなるか。要被揍了吗？まだかばうつもりはあるのね。哦，该不要跟他打吧？应该没有那么快。哇，真面目出现了！哇，这个胸部我可以啊，真正形态。他现在才发现。看来结束了。
私を邪魔するやつ。哦，完了，我们十六号挂了。恨むなら、ろくな生活協定もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことね。要恨就恨不好好矫正你的性格，就把你重新制造出来的那个人，谁啊？是谁把他重新制造出来？十六号，移动。待ってよ。今助けて。Oh my god。借给我力量，来吧，我借给你。哇，应该没那么容易，没笑。哪里？死呢？哇，十六号真的要死了。哇，十六号真的又挂了。啊，才刚出场没多久，十六号又死了。啊，好可怜啊。我的十六号真的不见了，变成一团火球了。そんな十六号，可恶，他把十六号干掉了。不过这不过二十一号胸部我可以。でもそんなに悲しまなくても大丈夫。今から美味しく食べてあげ。何かい？さっきの攻撃の影響ね。どうした？オラたちを倒すんじゃね。そうしたいのは山々だけど。可恶。待て。弄掉十六号就要走了。十六号を破壊したんだ。仲間じゃなかったのか。他不是你的同伴吗？私に逆らった当然の。这就是反抗我的下场。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。一副死小鬼的样子。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。可恶，要是我就不让他准备，直接把他打死。还有时间让他爽啊！待て、逃がさねえぞ。然后一定是追丢了，信不信？行くぞ、クリリン。放っといては損もなくのやつも危険だ。没错，我会有危险，快来救我，救命！哦，正在追，正在追！哇，这个胸部很棒。明明还没激发出所有力量，竟然有这么快的速度！现在还不能把你吃掉。啊，要等我被养大才要吃我，是不是？哦。哇。我也太弱了吧，炸一下就掉下去了，我好废哦。剧情所需嘛，没办法。喂喂，谁叫我？いい加減に起きろ，快给我起来！刚刚不是神龙吧？哦，西鲁哦。ようやく目覚めたか。西鲁怎么了？赛鲁。你认识我？私のことを知っているのか。まあ、地球人で私のことを知らないやつ。对啊，被悟饭杀死的那一个啊！啊，对啊，没有人不认识你，但是被悟饭杀爆的那一个啊！そんなことより、到底是谁？一体何者？斜めの人間。为什么活着的人类灵魂会在我身体里？詳しい話は後だ。我要专心和那家伙战斗。为什么整个视角变成赛鲁的视角？好奇怪哦。为什么？故事剧情分段进行吗？不会吧。我现在溜到这边，哇。我晕倒之后，我人类的灵魂，我跑到他的身体里面了，我跑到他身体里面了，我可以这样子自由穿梭到别人的身体里头，然后二十一号找到我了，他把我吃掉吗？あら、あなたひょっとして孫悟空にリンクしていた？对啊，因为我喜欢你很久了，所以我跟着你。そっか、さっきの衝撃でここまで飛ばされちゃったのね。
まあいいわ。あなたがリンクしているなら、少しは狩りを楽しめるかしら。哇，居然我要跟他打哎，好酷啊！Let's go！ 嫩，他不是很强，他不是很强。我还没用出我最强的招式呢，在挡啊，在挡啊！哦。哇！被用这刀抓飞！啊、我刚刚怎么弄的、啊？废物！赢了！哎、欸，阿明明是我打赢，怎么我跪在地上啊？可恶！我想的一样，连接后变强。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど。我该不会被他吃了吧？それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。好讨厌的感觉啊！先撤退。天神，又用同一招，每次打不赢就太阳拳逃跑。逃掉了。けど、あの体力の消耗具合、多分そう長くリンクは持たないわね、セール。いくら逃げても無駄よ。あなたのことも美味しく食べて。有一种那种抖 S 的感觉，哇，躲到这边来了。他的力量和之前完全不同。この間とは、この星のエネルギー源など、まさか。难道说那些复制人不是单纯的战力而已？いずれにせよ。好抱歉，按太快了，直接跪在地上了。他说要复原，然后就直接躺在地上睡觉，厉害厉害。哦，回来了。我随风而来，随风而去，我想去哪就去哪。我也可以到你身体里面哦，只是我要不要的而已哦。我也可以偷看布马洗澡哦，没有啦，没事。そうか。いらん心配をかけさせん。オラのところ戻ってくるまで。和塞鲁连接，和21号战斗。本当か？おめ21号と一人で戦った。何？さっき一瞬だけ感じた妙な気は21号のものだったと。ちょっと待て。戦ったってことは。就是你和魔人连结。リンクスこの辺りに誰か戦えるやつが眠ってるのか。しかしそれらしい気は感じられん。今は気を消す。いずれにせよ、今は21号を倒すことを最優先。あいつまだパワーが18箸なんか食ったって腹膨れねえし。やつの食の好みなど知らん。それよりどこまで強くなるかが問題だ。才不管吃什么。这。もうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいとさっき。おそらく21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだろう。也和上塞鲁一样压抑住自己的气，没办法，马上找到也没有办法。啊，先从能做到的事情开始。となると、まずはこっちの戦力を増やした。先增加战斗力。探し出すの。まったく、こんな時にベジータ。啊，要去找贝吉塔。どこ行っちゃったのよもう。呀，我可以看到我们的达尔。一副了不起的时候，却在关键的时候不在。まあブルマさん、そういう。我们应该有办法找到他。リンクにも慣れてきたしよ。可以开始习惯连接，说不定能找到贝吉塔的气。嗯，我感受到了，是贝吉塔，真的吗？耶，马上去找到家伙吧 ，Let's go。好吧，那我们今天影片先到这里啦。如果喜欢影片的，左下角个订阅，右下角个喜欢坏笑，帮我留言。我是老头，我们下一集啊，七龙珠 Fighter 力再见啦，拜拜。